南の町を目指すには、まず砦を抜ける必要があるよ。なかなか噂が集まらないね。団長の飯まずの噂なら広まるんだ。それにしても、キング様ってとてもお強いんですね。確かにオイラは強いけどね。でもあの聖騎士なら、君たちが本来の力を発揮できれば倒せたはずだよ。三人とも、神器はどうしたの？売っちゃった。取られちゃった。なくしちゃった。おりゆろい。七つの大罪結成時にリオネス国王から賜った神器を。どっちにしろ、これからは神器探しも必要になるよ。ここが陶芸品で有名なバイロンの町だ。へえ、思ったよか賑やかな町じゃんか。ああ、各地から商人が陶器の買い付けに来るからな。他の仲間、神器、聖騎士、ここなら有力な情報が得られそうだ。なりそうだ。すまねえ、俺がヘマしたばっかりに。エリザベスが連れ去られた。俺には明日を生きる資格なんかねえ。いっそ焼き豚か豚串にしてくれ。豚くん、落ち着くんだ。まだエリザベス様がどうなったと決まったわけじゃないだろう。団長、ここはじっくりと作戦を。今すぐ助ける。まさかドラゴン神メリオダス。エリザベスを助けに来た。助けるだと？奪いに来たの間違いだろう。さーて、やりますか。さあ始めようか。あっちから行くぞ。ペイゴ、ペイゴ、信じられない。あっちから行く。どこだ。伝説に聞く七つの魔力。食らうがいい。どうだ。ベロニカ様、申し訳ありません。メリオダス様、帰ろうぜエリザベス、みんな待ってる。最近森の、そういや、誰にも扱えない武器を買っちまったってぼやいてる商人がバイゼルの町にいたぜ。エリザベスちゃん、無事だったんだな。心配かけてごめんなさい。怪我はねえよな。はい。ならいいさ。ベロニカ姉様はメリオダス様のことをとんでもない悪人だと言っていた。でもごめんなさい、ベロニカ姉様。私はたとえ世界中を敵に回してもこの人を信じます。商人の噂を頼りにバイゼルを目指すとしますか。全ての飯
今は年に一度の祭りの準備真っ最中だよ。いわゆる商人の町で、今日は年に一度の古物市祭りをやるんだ。その中で行われるイベントが喧嘩祭りだ。さあ、年に一度のバイゼル喧嘩祭りが始まるぜ。野蛮な祭りだな。ねえ団長、当然エントリーするよな団長。今日こそ白黒つけるかバン。優勝賞金は100枚、副賞として巨人の戦鎚、とある渓谷で発見された一品。これはディアンヌのギデオン。よし、俺たちも出場するぞ。名前はば…って手配書出回ってんだよ。まんまじゃまずいか。それでは喧嘩祭り、メリオダ風対バーン、喧嘩開始。バンジャマ、一丁やるか。おや、さーて、やりますか。うんじゃ、行くぜ。こっから行くぞ。噂じゃねえな。ジカルハット。やるじゃねえか。チャンス。油断したぞ。よっ、ケイ。俺が伝説に聞く七つの大罪。おい、覚悟はいいか。そっくりそのまま返すぜ。くらえ。適当にやって終わらせるか。僕のハートはもう団長に KO されちゃってるけど、なんて。やあメリオダフ、今夜もまた一緒にいけないことしましょう。おっとメリオダフにピンクの声援、羨ましい。やっぱ締めは盛り上がんねえとな。ほらよ姉ちゃん、俺シャレーな。やりますか。遠慮なく暴れるぞ。こっちから行く。ブロックだ。
つの大罪なの。さて、あの子は覚悟はいいか。そっくりそのまま返すぜ。くらえ。誤解だ。俺には全く覚えが。言い訳無用だ。この会場を持つのかよ。社長のバカ。そろそろ茶番はしまいだ。俺の正体は七つの大罪団長、ドラゴンシーンのメリオダスだ。このバイゼルはそっくり丸ごと俺たちがいただく。あと1分以内にバイゼルから消え失せろ。さもなきゃ俺たちが皆殺しにする。おいおい、あいつらどうしちゃったわけ。とっとと失せろ。おい、あれソロ、ちもう来たか。ひとまず散るぞ。メリオダス様は聖騎士たちが来ることに気づいて、みんなを逃がすためあんなお芝居を。お久しぶりです、メリオダス。先日の死者の都でも大変勉強になりました。その復讐を兼ねて。復讐の間違いだろ。まあいいや、相手してやる。いいえ、もはや相手にはなりません。さーて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。キラーマイン。まだまだ聖騎士様の七つの大罪を挟まれた。敵だらけですね。この程度で読み違えたか。聖騎士様、なぜこんなこと。油断しました。喧嘩ならよそでやってくれ。まだまだ間違えたか。壊さないでくれ。油断しました。無駄だ。何だ。やるじゃねえか。覚悟はいいか。そっくりそのまま返すぜ。くらえ。またほっけて。七つの大罪メリオダス。悔しいですが、今は負けを認めて引き下がるとしましょう。あれが聖騎士になれない見習いの中に、一晩で突然聖騎士のような力を手に入れる者が現れたらしくてさ。例えばギーラ、彼女はつい先日まで聖騎士見習いだったと言ったら信じられるかい。あいつが新世代か。本当はいい。何人もの聖騎士がなかなか気になる。できてんな。なんじゃ、出かけるぜ。ふぅ、派手にやってくれるね。
前にずっと会いたかった。て、お前どっかで会ったっけ？俺はジェリコ。貴様に恥ずかしめを受けたバステの聖騎士になれと言えばわかるか。ああ、脱獄するときに俺がひんむいてやったローズか。貴様の心臓に俺の名を刻みつけるために来た。やっぱ祭りはこうでなくっちゃな。うんじゃ、行くぜ。さあ、どっからでもかかってきな。やるじゃねえか。まだだ、まだやれる。無理無理、お前じゃ俺に勝てねえよ。ふざけるな。俺は自分の強さを証明してみせるんだ。いいぜ、死ぬまで付き合ってやるよ。ジェリコ、分が悪い。ここは一旦引きましょう。七つの大罪がこれほどまでと迂闊でした。いつか必ずお前を殺してやる。勝手にしな。いくら聖騎士でも七つの何でしょう。準備はいいですか。気を引き締めていこう。このままおめおめと帰れるかよ。ジェリコ、七つの大罪の始末はあくまで任務のおまけ。それに最も注意すべき敵はまだ残っている。おい団長、みんな無事避難したみたいだよ。ジェリコ、こいつか。それじゃあ始めようか。さあ、どっからでもかかってきな。さあ、いつでもどうぞ。人間技じゃねえな。こっちから行くよ。はっ、はぁ、あだ、ファイト、ファイヤー、ファイヤー。だから聖騎士様、やっ、はっ、やっ、インクリン、今だ、まだまだ。こっちから行くよ。やっ、ここで喧嘩すんじゃねえ。こっちから行くよ。やっ、はっ、インクリン、バカだ。なぜか、やっ、はぁ、いやぁ、ダーリア、うぅ、まだだ。ご覧かね、はっ、やっ、ダーリア、はっ、ほっ、隙だらけだよ。やっ、えい、隙だらけだよ。はっ、ガーディアン、油断したよ。
この程度でもらった。作の術戦、聖騎士をやっつけたまえ。もらった。ガーディアン、連中だね。セーフ！ガーディアン！エクトファイヤー！ウィズファイヤー！ハッ！セーフ！ダッ！ニャー！よっ！こちらから行きまして！ハッ！エイク！よっ！もらった！よっ！エイク！止める！ボンドの入れて！ウィズファイヤー！ファイヤー！ウィズファイヤー！よーし！こちらから行くよ！さてと、準備運動も終わったことだし、そろそろ。あれ？もうおしまい。やるな、キング。まだ死んじゃいないさ。彼女たちには聞きたいこともあるし、団長たちをよろしく頼むよ。さてと、君たちの本当の狙いは何か。まあいっか、自分で確かめるよ。ああ、あと言っとくけど、君たちオイラの邪魔をしたら、オイラの邪魔をしたら今度は仕留める。おめでたい人、その言葉をそっくりお返しいたします。あなたたちは我々の前に完全に敗北する。そんなエルブラム、七つの大罪が姿を見せる。できてんな。